久保さん、今回遅いにしましょうか。遅い。気づいた頃にはもう手遅れ。遅いっていうことは、人生生きてるとあるかもしれないですけど、髪の毛はね、もしかしたらまだ間に合うかもしれない。これが50過ぎたらあんまり無理かもしれないですけど、まあこれからちょっと治療を始めるんで、これから久保さん、僕の髪の毛がどう変化するかね、人体実験していきますんで、薬をね、頼んで、薬届くのがちょっと楽しみなんですけど、<laughs> 薬を毎日服用します <laughs>。<laughs> まあ、久保さんみたいにふさふさになるといいですね。久保さん剛毛だからな久保さんのやっぱ髪の毛すごいですね。めちゃめちゃ、もう、生えまくってますよね。<laughs> 映えてますね。<laughs> YouTube 映えしてますね。<laughs> いや、ふさふさで羨ましいな久保さんがハげるってことは絶対ねえだろうな。濃いっすね。はい、まあ、ということで、まあ、あの、気づいた頃にはもう遅いっていう状態にならないために、 あのー、やった方がいいと思います。まあ、今、歯の治療も僕してるんですけども、あのー、今度ね、十、え、二、ー、12、3万かかるんですけど、あのー、治療していきます。で、12、3万かけて、また今度、えー、今度、下下手術ですね。下下手術をするとすると、1本あたり20万ぐらいするらしいんですけど、何本やんだんみたいな。今回の、診察、検査、治療で、 まず十何万円やって、で、その経過を見て、じゃあその経過を見た後、じゃあ本格的に、えー、やるところですね。この、あの、えっ、ー、と、歯ぐきのやつですね。うん。要は、あの、歯ぐきって、骨をあ、歯を支えてるところなんですよね。で、歯が抜ける原因って歯周病で、 えー、歯茎が溶けていくな、なんかやっていくと。で、それを今の段階で、えー、下外科手術をして、まあ、日本にはないみたいなんですけども、なんかね、一応ね、手術のね、結果を見せてもらって、お、こんなのあるんだ、みたいな。で、歯茎がもう僕溶けてるやつもあるんですよ。で、それをなんか移植してやると、綺麗に乗ってるんですよ。すげえな、みたいな。で、昔はなんかそういうのがなかったらしいんですけど、今はそういう治療ができるみたいなんで、まあ、今のうちにやっとこうかなと思います。まあ、まあ、 ね、一本二十万の手術したら、四本で八十万か。まあ、百万ぐらい近くないいきますね。治療されて。<laughs> うんまあ、でも、ま、今後のことを考えると、あと二十年ですかね。あと、六十歳ぐらいまでは、ま、歯を維持したいなっていうのはあるので、ま、二十年を割ったらね、二十年を百万で割ったら安いなと思うんで、まあ、今のうちにやっておきます。で、今、僕、歯周病のレベルが中間らしいんで、こ末期ではないらしいんですよ。 で、末期まで行ったらもう無理なん、まあ抜くしかないですよね。<laughs> だから今の中間層でやるかやらないかってやるしかないっていうね。まあ金かかりますけども、うん、やりますよ。うん。それはまあ今後の20年を考えてっていう。だ今後生きてるかどうかわからないけども、やっぱ生きてたとしたら、まあ歯はあった方がいいと思うんで、ないよりかはね。うん。もちろん、なんかインプラントとか入れ歯とかいろいろ方法はあるんだけども、まあ結局インプラントも金高いですからね。 そうどっちにしろ、どっちにしろ高いので、うん。だ今のうちに、やれるうちにやっといたらいいんじゃないかなと。手遅れの時にやってももう手遅れですよっていうことですね。いってらっしゃい。